伝説きっと男が逃げた大のない過ち繰り返しててもうぬぼれとかした高さも必要そう恥じらいなんて時には邪魔なだけ清く正しく生きるそれだけでは退屈一歩を大きくいつも毎日夢に向かって漠然とじゃない意図的に泣きたい時には涙流してストレス溜めないほんの些細な言葉に傷ついただけど甘いもの食べて幸せよ気まぐれに合格おめでとう。テレビ見ていたよ。では結果が楽しみな。
アイドルアルティメイト予選を受けることができるファン人数を獲得しましたね。でもここで大事なことを一つお伝えしますね。アイドルアルティメイト予選は一度しか参加することができません。不合格になってしまったら即プロデュースのやり直しになってしまう。だから不安があるなら思い出をたくさん作って。アイドルアルティメイトのオーディションはなんと思い出を何回でも使うことができますから、思い出さえたくさんあれば合格できます。はい、頑張ってくださいね。私いつも応援してますから。情熱